今回は二次燃焼ストーブのトルネード炎の安定化を行います。このトルネードした炎の中心がブレずに綺麗な渦巻きになることを目指します。今までにトルネードの安定化のためにブレードによる炎の整流化を行いました。またファイヤーリングの上部開放部の直径を 110mm、100mm、80mm と小さくしてきました。今回はその第3弾でジェットエンジンのこの矢印箇所を再現しました。これはテールコーンといわれるもので、ジェットエンジンの排気の流れを整える部品です。テールコーンにより炎の揺らぎ防止、トルネードの中心のブレ防止を目論みます。それでは二次燃焼炎のテールコーンを作っていきます。材料はトタン板です。長さ 120mm の線を引きます。半径 120mm の円を描きます。円の4分の1、すなわち90度でカットします。空き缶の曲面を利用して板を曲げます。徐々に缶を小さくしていきます。板の合わせ面の一番下はネジ止めしています。ストーブの内壁4箇所に穴を開けます。ストーブ内にテールコーンが置けるようにしていきます。金属棒を取り付けます。テールコーンの4箇所に切り欠きを入れます。テールコーンを装着します。二次燃焼炎のトルネードがこのコーンに沿って安定して回転できるでしょうか。テールコーンのあり、なし、燃焼状態を確認します。燃料は松のペレットです。着火を促進させるために燃料用アルコールをかけます。二次燃焼炎も安定し、トルネードしました。それでは、テールコーンを装着します。
トルネードした二次燃焼炎はテールコーンの表面に沿って回転しています。とても安定しています。今度はテールコーンを外してみます。テールコーンあり、なしの状態です。テールコーンありでは常に安定しており、なしでは時々炎が煽られます。真横からの状態でもコーンありは安定しています。テールコーンありの場合、炎の揺らぎ、渦の中心のブレ防止には有効のようです。燃料も終わりに近づいてきました。テールコーンに沿って炎が流れているのがよくわかります。今回、炎や渦に対して揺らぎ、ブレ防止に効果があることを実感しました。以上、二次燃焼ストーブのテールコーンのご紹介でした。